皆さん、こんにちは。サングループの藤本です。今日はですね、今月、来月と連続して開催される、イノベーションとデザイン実践連続講座のご案内をさせていただければと思います。この講座、まだ定員に少し余裕があるようなので、ぜひ、この内容をご承知をいただいた方で、ご希望あれば、参加費の方は無料となっておりますので、お申し込みいただければと思います。 まず概要なんですけれども、第1回目が11月の26日に開催され、第2回目が12月の11日に開催されることになっております。両方ともですね、オンラインでの開催ということですので、場所を問わずにですね、もしご希望あればご参加いただければと思います。第1回目のですね、開催の講演内容なんですけれども、講演地としまして、 え、イノベーションのためのデザイン思考、見える化の使い方ということで、大阪大学の吉田先生と、京都市立芸術大学の辰巳先生の方がお話しされると。そして講演2の方ではですね、私ども藤本パートナーズの野村弁理士が、デザインを守る衣装制度の活用戦略という内容でお話しさせていただきます。 その後グループワークがあるということになっております。そして12月の方がですね、デザインイノベーションの極意ということで、こちらも辰巳先生の方がお話しされるということになっております。その後グループワークとグループ発表等があるという連続した流れになっております。そしてですね、この見える化ノートというものがあるんですけども、 次にこちらの方の簡単,なえ簡単なご紹介をさせていただければと思います。え見える化ノートはですね、近畿経済産業局さんの方で作成されたものでして、中小企業の新商品やサービス開発において、デザインを活用して社会実装たるイノベーションにまでつなげる一助となる新たなツールとして作成されました。この見える化ノートはですね、 デザインが持つイノベーションを実現する力を活用したもので、各シートに沿ってニーズや自社の強みを書いていくと、アイデアの整理やストーリーの立案、そして知財情報の確認が段階的に見える化できると。そして自社内での新商品、サービスに対するイメージの共有であったりとか、コミュニケーション活性化を通じて、 新製品やサービス開発が加速,さ加速化されるものというものになっております。実際にこの見える化ノートのダウン、えー、自体はですね、近畿経済産業局さんのホームページからダウンロードできますので、もしよろしければご確認ください。実際にですね、この見える化ノートの使い方は自由ということで、こちらもサンプルで え、ホームページの方に上がってるんですけれども、例えば強みシートであったりとか、こんなのできるシートであったりとか、シーズ溜め込みシート。まあ、こういったシートがですね、いろいろありまして、各シートに自社の内容について書き込んでいくというものになっております。例えばこちらは強みシートのサンプルなんですけれども、真ん中に自社の強みを記載して、その周辺にですね、 例えば創業以来の歴史や信用、もしくは技術力とか、ネットワークとか、そういったものをまとめていって、見える化して、社内で共有していくというものになっております。こちらはストーリーシートとなっておりまして、何を開発したいのかというテーマをまず決めていただいて、そこから実際にこういうのできるのかとか、こういう強み、は自分たちの技術力の強みで実現できるとか、そういったものを記載していくと。 いう内容になっております。実際にですね、こちらは、あの、各シートの方でですね、いくつかの企業さんの方が、このように具体例として記載されておりますので、こちらの方も見ていただければ、より詳細にこの見える化ノートの方がわかるんではないかというふうに思います。ぜひですね、こういった見える化ノートの方の え、活用もしてみてはいかがでしょうか。はい、えー、今日はですね、今月、来月に開催される実践講座の方のご紹介と、見えるかノートの方の簡単な紹介をさせていただきました。え、講座の方はですね、もしご興味あれば、えー、全国どこからでも参加できると思いますので、参加いただければと思います。あと見えるかノートの方もですね、 もしよ、よろしければ、近畿経済産業局さんのホームページの方からご確認いただければと思います。それでは皆さん、新型コロナウイルスに負けず、知財とデザインをビジネスに活かして頑張っていきましょう。ありがとうございました。